うん、生きているのが不思議なほどだな。下がれ。聞こえるか、ゼノビアの聖騎士よ。キコーラが破れるのも時間の問題だな。我がローディスにとってバレリアの派遣など些細な問題に過ぎん。それを知らぬわけではあるまい。日増しに高まる民衆の不満を抑えきれないようだな。所詮バクラム人は我々と違い劣等民族だからな。彼らには少々荷が重すぎたということだ。力で人を縛りつける、そうしたローディスのやり方に問題がある。そうは思わないのか。縛りつけた覚えなどないな。彼らは力で支配されることを望んだのだ。望んだだと？そうだ。世の中を見渡してみろ。どれだけの人間が自分だけの判断で物事を成し遂げるというのだ。自らの手を怪我し、リスクを背負い、そして自分の足だけで歩いていく。そんな奴がどれだけこの世の中にいるというのだ。キコーラの革命を思い出してみよう。キコーラが血を流し、命を懸けて守った民はどうだ。自分の身を安全な場所に置きながら勝手なことばかり言っていたのではないのか。彼らは自分の生活を維持するだけで精一杯だったのだ。いや違う、被害者でいる方が楽なのだ。弱者だから不平を言うのではない、不満をこぼしたいからこそ弱者の立場に身を置くのだ。彼らは望んで弱者になるのだよ。バカな。人には自分の人生を決定する権利がある、自由があるのだ。わからぬか。本当の自由とは誰かに与えてもらうものではない、自分で勝ち取るものだ。しかし民は自分以外の誰かにそれを求める。自分では何もしないくせに権利だけは主張する。救世主の登場を今か今かと待っているくせに自分がその救世主になろうとはしない。それが民だ。人はそこまで怠惰な動物じゃない。ただ我々ほど強くないだけだ。聖騎士、気候は純粋すぎる。民に自分の夢を求めてはならない。支配者は与えるだけでよい。何を与えるというのだ。支配されるという特権をだ。バカなことを。人は生まれながらにして深い業を背負った生き物。幸せという快楽のために他人を平気で犠牲にする。より楽な生活を望み、そのためなら人を殺すことだって厭わない。しかしそうしたものでも
罪悪感を感じることはできる。彼らは思う。これは自分のせいじゃない、世の中のせいだと。ならば我々が乱れた世を正そうではないか。秩序ある世界にしてやろう。快楽を貪ることしかできぬ愚民にはふさわしい役目を与えたい。全ては我々が管理するのだ。意にそぐわぬ者を虐げることが管理なのか。虐げているのではない。我々は病に侵されたこの世界からその病院を取り除こうとしているに過ぎ、他組織に影響を及ぼす前に悪質な癌細胞は排除されねばならんのだ。体に自浄作用が備わっているように、心にもそれを正そうという働きはある。それを待つというのか。貴公は人という動物を信用しすぎている。民はより力のある方へ、より安全な方へ身を寄せるものだ。そのためなら愛する者を裏切ることもできる。価値は。紹介しよう、聖騎士殿。彼女こそドルガルガ王の忘れ形見にして、バレリアの正統の後継者、ベルサリア王女だ。貴公の指摘した通り、バクランはもうおしまいだ。しかし彼女が我が手の中にあるかい、バレリアの民はローディスのしもべとなろう。価値は。君は一体。私は弟を愛していたわ。たった一人の弟だもの、当然よね。でも私の弟じゃなかった。そして私を見捨てた。手に入らないのならいっそ。価値は。私の片目を奪った男と別れるのは惜しいが、これ以上敗北者を痛めつけるつもりはないのでね。失礼させてもらう。さらばだ、ゼノビアの聖騎士よ。